島先生の前の映像を監督は発表いただきます。先生、まず一言。
来て見せていただきまして、キャスティングさんも一緒に、皆様で良かったです。ジュン様とってもそこでもなんかこう浮かび出て、今もコートの上に寄った私の中にジュン様が前を沿ってくれまして、ありがたい中女様、今日ご一緒に作品を見てくださいませ。これは NHK で放送したものです。はい、よろしくお願いいたします。出てくるのに花道を、舞台ですとまっすぐの花道なんですけども、スタジオですので、こう八つ橋のように花道を組んでるのが目に映れば見てくださいます。スタジオならではのお肝入れでございます。よろしくお願いいたします。私たちがお邪魔しておりますのは松任市の正光寺です。こちらは江戸時代で最も有名な女流俳人と言われる加賀の千代に大変ゆかりの深いお寺なんです。ご住職の中野浅間さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。ご住職さんはですね、年末とね、加賀の千代生まれたのが1066年、1703年ですから、今からもう300年近く前っていうことですね。兵庫氏の娘としてもありがとう、この抜刀師そうですね、ですから彼女は俳句に久しぶりには非常にいい環境にいます。いろんな方の種も何人とか貸したの魅力だとして、そうでございますね。まあ、もろんご本人に才能があったんでしょうけど、もう10代にして俳句の中で知られていた、そうだそうだね。昭和のお弟子のお一人で加賀志功が千代に出会いましたのが17歳、はあ、その時に加賀志功は既にして三月の方に名を成しておった、はあ、そこ国武俳壇にもすでに名前が、まあ、響いておったと大げさなんでしょうけども、はあ、知られずに、まあ、今と違って女優の俳人がそう多くない時代です。そうですね、お手が若いですからね。今は大変最女、早くして最女だったってことでしょう。そうでございますね。幕府の中というと直世間が知ってるのは朝顔に全て られてもらえるというね、あの句なんですけども、ご主人そこに書き出したのが、そうなんです、千代女子の直筆のあれだ、そうでございます。はあ、その絵も、絵を描いた人は八田氏余玄という人が描いた、はあ、それで千代がそこに句を描いたんですね。はあ、そうですね。ところがこれ拝見してますと、朝顔や鶴瓶とられても鉛筆、こう読めますね。私ども朝顔にというふうに小さい時に語られたこともあるんですけど、これ矢なんですよ。これはね、一応両方とも作っております。はあ、俳句の不幸に朝顔に鶴瓶とられても鉛筆というふうにも書いてあります。それから今ご覧くださいますように、これはまあ上昇したものといいましょうか、書き残したものにはこのような形で朝の方や鶴瓶とられてもらいます、と書き残したわけです。ですからおそらく朝の方にと作ったんでしょうけれども、朝の方やと自らが訂正をしたんじゃないだろうか。むしろまたその方が詩としての形、俳句としての形が整うわけでございますから、まあ、分かりやすいのは朝顔にでございましょうけども、そうですと説明で終わってしまいますね。それからあれですね、彼女ずっと、まあ、生涯のうちで52歳の時ですか、剃髪して仏門へ入る、そうでございます、祖縁に、そうでまあ、普通言うと千代になるわけですけど、この朝顔の写真にも千代にと署名しているんですね。ですから、おそらく52歳の時に剃髪をいたしますけれども、その以前から仏教の知恵の心を表して千代にと言っておったんじゃないでしょうか。ここにございますとかでしょ。そうでございます。これもね、よく前にかけて歩く仏画の行なんですね。仏教で申しますと仏陀行、生活の行と表す一つのものでございます。
ら塔ありき、明月や目に置きながら塔ありき、明月をじっと見つめながら遠く歩いた。まあ、私のそういう経験を持ちますね。ですから年に一度の明月もあるでしょうけれども、一つは、心の月と申しましょうか、生涯を通しての明月、そういった月を仰ぎながら迷いの深い無明の人生を歩かせてもらう、そのような何か思いがあるように思いますね。今日は貴重な無明が再現でした。お話をいただきましてね、香川千代って人のこの生涯というのが分かってまいりましたね。どうも今日はありがとうございました。吉村雄貴という四世家元につきまして人間国宝でした。ですから吉村雄貴と今のような字を書いて雪園という形でしたが、お師匠さん亡くなられて難しいのでひらがなにいたしまして、二の字の字この字を取ったくて Yeah.
帯を締めさせていただきましょう。Oh.
つっております。ありがとうございました。この映像が NHK で撮りましたものを三輪のりお氏によってデジタルにいただいて今日の放映になりました。ではここで安住様の、水間先生の、刺繍が、たくさんそこに5本がございますが、刺繍の中の見栄えという本の中に曲よという読まれている。その曲もボレロ、デジャールのボレロの曲をの、まあ、ビデオを安住さんからいただいて、それでやれと言ったわけではないんです。なんでくださったかわからない。どうするべきなんだろうかって10年ぐらいほっときましたんですけど、でふっとなんかあれどうしたっていうか思いまして、で見ましたら歌詞がないのでよくわからないので、静野さんがお電話して何か歌をつけてください、詞をつけてくださいって言ったら、見栄えという詩集の中にどこよっていうのがあるからそれを使いなさいっておっしゃって、即座に言ったと途端にそう言ってくださってびっくりしました。まあ、ものすごい歌詞で、そこは無名の国っていうのがね、地味毛量がうごめくとかね、すごい曲でした。まあ、そんな声のある安住先生のご長男様に今日お運びいただきましたのでご紹介申し上げます。一言お願い申し上げます。ご紹介いただきました安島久志の長男で安島明と申します。こういう、まあ、おめでたいというか大変ご伝統のある機会に同席させていただいて大変光栄に存じております。ゆきのさんと言わせていただきます。ゆきのさんやそれから住職の中野住職には大変亡き父が生前、お世話になりましてですね、父は大正11年で生まれて、まあ、幼少期ずっとこの真っ当で過ごして、それで、まあ、学徒出陣でもう自分はもう、まあ、そこで死ぬものだという覚悟で行ったようなんですが、まあ、こう運よく戻ってきてからはとにかく日本を、まあ、またこうこれから日本が立ってきたのには教育、とにかく人が大事だ、人を人材を育てていかないともうどうにもならんと、まあ、いうことでですね、文部省に入りまして、それでまあ戦後の教育の枠組みというようなものをですね、まあ、作った人間と思います。でその後文化庁の長官をやりまして、ご縁があって、まあ、今の上皇后が東宮にいらっしゃった時に東宮大学として、まあ、宮内庁の方に移りまして、で今の天皇陛下のご成婚のまあのですね、あの頃はいろいろとご案内のように、まあ、あったわけですが、そこの頃に東部大部をこう、して、からですね、宮内庁を転職して、まあ、日本のとにかく伝統文化が大事だということで、教育とともに文化、文化庁にもありましたので、まあ、日本工芸会というのがあるんですけども、そこの理事長、会長、それから修行団というのがあるんですけども、そこの理事長を長く務めておりました。ちょうど昨年の末に7回忌を終えさせていただきまして、まあ、最後の6ヶ月はですね、もう点滴で、物は一切
食べられないようなそういう状況で、こんなことで寿命を延ばしてもしょうがないと本人は申しておったんですが、ちょうど父がですね、ずっと自分の使命のように書き綴っておりました、この地元白山市というか松任市の記録というか本がございましてですね、それの第4版の改訂というか、そこに最後亡くなる前の6ヶ月はその後すぐにまた父を追って亡くなったおばがいるんですけれども、2人でなんかこう昔のことを思い出しながら、地図をですね、これは中野住職にも協力いただいたようなんですけれども、地図がですねないんですね。白山市の市役所とかいろんなところで探したんですけれどもなくてですね、その地図をとにかく2人でこう、2人とも95歳と93歳なんですが、頭だけがですね、私なんかよりよっぽどはっきりしておりまして、記憶もなんか昔のことの方がよく覚えてるのかもしれませんが、どこにこれがあったはずだとか、あれがあったはずだとかいうのをですね、2人で思い出しながら起こしました第4版の改訂を終えてですね、その後、無事にというのも変ですが、他界をしたというふうに思います。父にとって、その幼少時代過ごしたこの納豆とか三種類とかですね、当時昭和の初期ですから、時代としては戦争に向かっていくということで、いい時代になったかといえば必ずしもいい時代とは言えないだったかと思うんですけど、それでももうかけがえのないですね、思い出であり宝であり、最後の最後亡くなる前に、父もその後東京に出てからいろいろ栄達というようなことではないんですが、その名誉職のようなものにですね、いろいろ関わる機会をですねおかげさせていただきましたが、それでも最後帰ってくるところはふるさとがあるということで、最後にそういうふるさとのですね、ふるさとにも改訂の多少ない人も改訂をですねして、それで行ったということについてはですね、幸せだったんではないかなというふうに感じておりまして、ここで見て行ってですね、それで今回ご縁があって繰り返しになりますけども、こういう場に私も立たせていただいたことを大変ありがたく心より感謝申し上げております。皆様、市が生前に大変お世話になった方ばかりかと存じますので、その点についてのお礼を申し上げ、そこのみですね、本日は誠に250回記念でおめでとうございました、ありがとうございました。Yes.
Thank you.
けれど、この映像の画面に今阿弥陀様がご一緒に支えてくださって、後ろの映り込んでいるんですね。何が発生して映り出したんでしょうかね。今の後ろが映ってるのかと思いましたね。なんか疑問が映り出して安島様の難しい難しい地味無量の世界、水面に映っているものと現世他の世とこの世とのような世界、難しいございました。ボレロの曲も難しいございました。命がけでやりました。ヤムちゃん、これを伝承してくださいね。キャビちゃんならやれると思うね。そうです。よろしく、あそこに。今日は本当にありがとうございました。安島さんのお父さんは、昭和3年から13年のお寺に、マットで初めて幼稚園が来た。その大会の卒園生。安島由紀さんというおばさんなんですかね。その方はその時の保護さん、本当にもう寺と親戚以上の付き合いをしていて、ありがとうございます。元の皇太子殿下が来県される時は必ずついてこられて、時間があったらお声を呼びたいと、安島大さんだけでも呼びたいと。私の父親と大正15年生まれで年が近いんですから、必ず年に1回ほど私は訪れたい、そんな思いがあります。ようこそ、ありがとうございました。この午前の部分で終わりになります。で7時から7時から学習センターで全国体育大会の発表会、どうぞ。